紫外線を用いて地平を除菌する装置になります。やはり大量に高速に一枚一枚地平を UV で除菌するというのが一番の売りになると思います。まずこちらのホッパーと呼ばれる場所に地平を置きまして、でそれでスタートボタンを押します。そうしますともう自動でこちらから地平が繰り出されていって、こちらの除菌ユニットを通ります。今ちょっと模擬的に地平を置いてるんですけども、で上下には UV ライトがありまして、この間を通ることで除菌が完了します。1分間に1000枚の速度で処理することができます。海外 の中央銀行からこういった2週間紙幣を保管するであったりですとか、 UV ランプに照らしてから再流通させるといったような運用がされているということがきっかけになりまして、そういったニーズがあるのではないかというところを捉えて、我々はこちらの装置を開発するに至りました。愛知医科大さんと共同でちょっと検証を行っておりまして、新型コロナウイルスと同等の形状を持っていますパラインフルエンザ、こちらの不活化が 99% というのを確認しています。この装置やはり大型のものですので、技術的に進歩させていってより小型の装置に適用できるようになると、例えば ATM などに適用できるようになると、より幅広い方にご安心を提供することができると思いますので、そういった展開を考えております。